今日も京都で動画撮影ですよっと。てか、ここしばらく動画上がってないけど、なんかあったのか？鳥もあいつら呼ぶか。は？まあなんとも言えない顔面が二つ出てきたな。気に食わないけど私たちも同じこと考えてたのよね。というか、私たちはともかく、なんでお前も知らないんだよ。解説動画の俺と、茶番動画の俺は別物なんだよ。だから、今の俺は何も知らん。あ、編集の俺。確かに、ちょっと寂しいかもね。解決策？なんだそりゃ？ああ、わかった。はい、酔ったわよ。なるほどな。何がわかったのよ。すぐにわかるさ。はぁ。なるほどな。新キャラ招待で時間がかかってたと。勝手に作っちゃっていいの？ほんとか？おい。まずは私ね。名前は秋の会で。一応、そこの後の姉です。誰がアホじゃ、失礼な。あんた姉がいたのね。他にもいるのか？いや、そこのと俺の二人兄弟だよ。お姉ちゃんって言いなさいよ。やだよ、気持ち悪い。そういうこと言うとハッタ押すわよ。まあ、とりあえずよろしく。なんだか気が合いそうな気がするわね。奇遇だな、私もだ。次は俺だな。名前はヤクモカイト。金と同い年だ。ん？金？ああ、俺のあだ名だよ。あんた、そんなあだ名あったのね。異常ってちょっと言いにくいだろ。だから、金って呼んでんだ。なるほどな。これからよろしく。ふっふっふ。俺の領域に入って、その爽やかイケメンフェイスがいつまで持つかな？褒め言葉と受け取っておくよ。次は俺やな。名前は雪白小冬。そいつの歌とも&ゲートも。やあ、よくぞ我が世界に来てくれたな、小冬氏。ふふ、これからもよろしく頼むぞ、異常氏。合点承知の助なり。じゃあ、私たちとも多少接点があるのね。これからよろしくな。精一杯努力いたします。こちらこそ、よろしくお願いします。次は私ですね。名前は春咲桜と言います。よろしくお願いします。おい、なんか言えや。ところで、彼女は誰がモチーフなの？おそらく、私の嫁ですね。は？嫁は言い過ぎだと思うよ。とりあえず、触れないでおくか。そうね。これからよろしくな。よろしくお願いします。さあさあ、ついにやってきましたな。ちょい待ち。おい俺。どうしてこいつを連れてきた？マジか。おい、そろそろいいか？ダメだ。むぐ？こいつに喋らせるとろくなことがないから、俺が説明する。こいつは森滝いろは。多分、俺と同等かそれ以上のやべえやつだ。それで、口に封をしたんだな。ふぐ。こんなバツ印ごときで、私の発言を封じれるとでも？こいつ直接のうないに。このまま、君たちと視聴者を洗脳して。やったか？生きてるんですけどね。じゃあいつやるんだよ。あいあいさ。じゃあ、これで全員紹介し終わったな。それじゃあ、画面を一旦変えて。ここまでのご視聴ありがとうございました。これから茶番はこのメンバーでやっていこうと思います。次回からはそれぞれのメイン回やるので、皆さん、チャンネル登録をしてお待ちください。この動画への高評価とコメントも忘れずに、他の動画や Twitter も覗いてみてくれよな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。